皆さん、こんにちは。海外人事担当者必見、グローバルモビリティ人事税務の最新動向、全12回シリーズ。今回は第7回、多様化する赴任者の収入や企業と個人の税負担問題を整理するタックスイコライゼーションポリシーというトピックで解説いたします。本日は、デロイトトーマツ税理士法人 GS グループのパートナー、山崎と高橋でお届けします。こんにちは。デロイトの高橋です。このシリーズはグローバルモビリティ領域の3つの軸、ガバナンス、人材戦略、オペレーションのうち、今日は人材戦略の観点で赴任者の税負担ルールについてお伝えしたいと思います。貯蓄から投資へという政府の掛け声もありますが、昨今の赴任者の収入や状況はどんどん多様化しています。ここにある通り、日系企業の赴任者も、投資用不動産を保有して、大家さんとして賃貸をしたまま海外に赴任されたり、暗号資産や FX 投資をされていたり、NISA も拡充されたので、株式などへの投資もどんどん拡大していると思います。赴任期間中に転職活動をして退職し、赴任期間中に退職金の支給と課税も生じてしまったということも生じています。ここにあるような様々な事象に対してしっかり対処していこうと思うと、海外赴任により生じる各国の所得税コストをどう対処するのかという点も、企業が負担する税コストの観点から重要なポイントとなってきています。このような状況に対して、日系企業の多くの海外赴任規定で定める税負担ルールは明確ではない。もしくは給与所得だけを前提として、シンプルに現地の税は会社が負担すると定められているだけのケースも多くありますので、様々な問題やトラブルが生じています。例えば1点目ですと、赴任期間中に資産を売却し、多額の売却益が生じてしまった事例です。赴任先国で多額の税金が発生しましたが、海外赴任規定には、会社が赴任先国の税金は負担しますという一文しかなかったために、結局会社が全てを負担することになってしまいました。2点目は、給与所得の税金を不動産所得の損失と相殺することにより還付を受けていたにもかかわらず、海外赴任に伴い還付ができなくなってしまったという事例です。日本で不動産を保有して、不動産所得がロス、損失になっている場合には、給与所得のプラスの収入と相殺することができるため、実際には給与所得にかかる税金も軽減されていたという状況で海外赴任が生じました。赴任により日本の居住者となった場合には、この相殺はできない、ワークしませんので、ご本人からすると、購買力保証方式の計算過程で徴収されている給与にかかるみなし税はそもそも高いんじゃないか、みなし税も考慮して還付してほしいという交渉が生じた事例です。税金の還付分も見込んで、不動産の資金繰りも考えておられたので、ご本人からするとかなり重要なポイントだったかと思います。このようなケースにも前例がなく、個別交渉や説明、合意といったことに人事部さんは相当なお時間をかけることにもなってしまいました。他にも給与以外にも事業所得があるような個人だと同様の事例が生じることが想定されます。また最後は、赴任に伴い本来取れていた控除が取れなくなったという事例です。ここは通常居住者であれば受けれている住宅ローン減税や医療費控除、ふるさと納税の寄付金といったものがあるかと思います。ここもどのように不利益を解消すべきなのかという問題があるように思います。このような例を考えますと、今のネット保証だけの規定では、赴任者の収入の多様化に対して問題が十分に対処できず、例えば人事オペレーションが個別対応、場当たり対応で事務負荷が増加したり、その結果、赴任者の公平性に欠け、不透明さが増して、
赴任者エクスペリエンスが低下し、合わせて会社が負担する税コストの増加という問題が生じてきています。あまりいいことはないかと思います。そのため、このような収入の多様化、個人の多様化にしっかり対応するには、今までのネット保証の枠組みに加えて、税負担ルールの明確化がこれまで以上に重要となります。では、どのように、どの部分を明確化していけばいいのでしょうか。ここからは山崎さん、よろしくお願いいたします。ここからは山崎が解説します。税負担の明確化を行うために TQ ポリシーというものがあるんですけれども、この TQ ポリシーというのは、赴任者の租税負担が赴任元国で引き続き勤務した場合と公平になるように担保できる規定で、端的に言うと、赴任に行かなかった場合の給与や賞与を元にして年末調整を行って、みなし税を調整する計算をしていくということになります。赴任時や、給与改定時にみなし税の計算をするんですけれども、その時は暫定の賞与で計算したり、ローン控除や保険料控除などの、控除の類をですね、除外して計算することが多いんです。で、図で言うと1の箇所になります。みなし税を調整する仕組みがないと、実際の賞与が想定以上にもらえたりする場合は、本人にとって得になりますし、一方で、控除項目、ローン控除、保険料控除、医療費控除なのかもあるかもしれませんけれども、そういった控除が反映されてないと、本人が損してしまいます。また、赴任期間中は、日本で非課税、赴任先国では課税となる個人所得があったりしますけれども、赴任先国では会社がすべて、負担するとなると、本人がかなり得してしまいますよね。そのためにも、赴任先国で個人所得の税金分を振り分けるタックススプリットの規定を取り込むことが有効になっています。では、実際の導入までどのくらい時間がかかるのか、次のスライドで見ていきたいと思います。こちらは TQ ポリシー導入検討から運用開始までのロードマップになっています。概ね早ければ半年、遅くても1年弱程度で運用開始が可能です。1から2ヶ月の期間では、現行の規定の問題点把握から関連者との認識合わせ、あるべき姿は何なのかというところを明確化していきます。このフェーズを短期間にまとめるためには、ワークショップの実施が有効になってきます。課題認識を共有することによって、その後のアクションプランがかなりスムーズに進んでいくんです。そして、次の2から3ヶ月で規定のドラフト、関連各所との合意形成、規定の最終化まで進んでいきます。このフェーズでは、必要に応じて分科会を設置したり、人事面や財務面の課題を解決したり、説明会を実施したりしながら、進めていくんです。そして、最後のフェーズは、移行と導入になるんですけれども、何名かの赴任者について、現在のみなし税と導入後のみなし税を比較する資産計算を行ったり、赴任中に移行をするのか、新しい赴任者から導入をしていくのか、または段階的に移行していくのか、などなど決めていきます。移行プランを複数検討してですね、現在の状況において最善な移行プランを策定していくということが大切になってきます。そして、こちらが TQ ポリシーを導入した企業さんの成功例となります。まず A 社を見てみましょう。A 社はですね、TQ 導入前は個別対応で赴任者の税金精算を行っていたんですけれども、導入後は規定に落とし込むことができたので、個別対応がなくなって、税コストの削減もできたという成功例になっています。B 社も同様に、赴任先国における個人所得にかかる税金を個人負担とするということができましたので、TQ 導入が税コストの削減につながっているんですね。さらに、個人所得の税金は個人負担と銘打つことによって、赴任者間の公平さを担保することにも成功しています。公平さの担保の観点で言うと、C 社の事例も挙げられるんです。C 社では、赴任者からふるさと納税やローン控除における控除が加味されておらず、不満の声が上がっていたんですけれども、TEQ 導入後は、赴任前に取れていた控除が赴任中も加味されることになって、不満が解消され、
日本勤務者と赴任者の公平さの担保というところにもつながってきています。旧態依然の規定ややり方では環境変化に耐えることができないんですけれども、このように行動変革を起こしていくことで問題を解決するとともに、赴任者も国際人事も双方のマインドセットチェンジにつながっています。今まさに行動変革を起こす時期ですよね。では本日のまとめです。本日は収入の多様化に伴い、今のネット保証の不妊規定では対応に行き詰まりを見せていることを、税コストの観点、個別対応における運用コストの観点、および公平性の観点からお伝えしました。そして解決方法の一例として、税負担ルール TQ ポリシーの導入とその移行プランについて共有し、実際に行動変革を起こして成功した事例をもとに説明しました。次回のテーマは、新しい報酬の仕組み、株式報酬が赴任者に導入されたらどうするをお送りします。本日はデロイトトーマツ税理士法人グローバルエンプロイヤーサービスの山崎と高橋がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。